クロード・ド・フランスは、フランス王・フランソは一世の王妃で、ブルターニュ公国女公。父は、フランス王・ルイ12世、母は、ブルターニュ女公、アンヌ・ド・ブルターニュ。クロードの母・アンヌは二度の結婚でも男子に恵まれず、サリカ法により、王位を継ぐことができない女子二人を得たのみだった。娘たちには、アンヌ自身の持つブルターニュ公くらいの継承権が、 あったが、古国ブルターニュの行く末を案じたアンヌは1504年のブロアワギで、ブルターニュの横領併合を阻止しようと、長女クロードと未来の神聖ローマ皇帝カール5世とを婚約させる案を出した。しかしこの案は、フランスへの外国人支配を許すこととなるため、貴族らに反対され、婚約は成立しなかった。代わりに、ルイ12世は、従、おいで、大池昇権者である。 アングレーム白フランソワをクロードの夫とすることを決めた。1514年にアンヌが死ぬとクロードがブルターニュ助行となり、同年5月15日にサンジェルマンアンレーでフランソワと結婚した。翌1515 15年に父類十二世が没し、夫フランソワ一世が即位する。クロードの結婚生活は絶え間ない妊娠と夫が作った多くの愛人たちの存在のため、 心が休まることはなかった。バッシマルグリットを生んだ翌年、1524年に、クロードは死去した。後、1530年に、フランソワ1世は、カール5世の姉エレオノールと再婚した。ブルターニュ皇位は、長男、フランソワ王太子が継承し、その創生後は、王太子の地位と共に、次男アンリ2世へと受け継がれた。クロードが王妃となった頃、 次女に二人のイングランド人姉妹、メアリー・ブーリンとアン・ブーリンがいた。メアリーは1519年に帰国すると、ヘンリー・パッセーの愛称となった。1520年頃には、アンはクロードの通訳として仕えていた。また、クロードの妹、ルネの良い話し相手でもあった。彼女も1521年に帰国し、姉と同じく愛称となり、やがてはイングランド王妃となる。 ありがとうございます。